一と光の面白いテレビ緊急特番、花のことなら任せておけ、第87回日本一の花男決定戦。よいしょよ、よいしょよ、よいしょよいしょと。さあ、ついに87回を迎えまして、大本命2人の登場となりました。え、過去そんなにやってたんですか？そうですね、今回も87名出場者がおりまして、で、まあ、それぞれトーナメントを組んで戦ってきたわけですが、お二人シードということでね、全決勝戦で今日名古屋じゃないですか、はい、先言っちゃいますけど、はい、私岐阜県在住なんですよね、はい、でじゃあ僕はなぜ岐阜県にまず住まいを移したかというところに起因した話になるんですけど、はいはい、まず一つやっぱ大きなキーワードとして花々っていうのがあってですね、もう僕決めてるんですけど、最後今の際に立ってですね、はい、死ぬ間際です。ちょっと確認したいんですけど、はい、その話は長いですか？もう間もなく終わります。あ、間もなく。あ、じゃあ、はい、大丈夫です、はいはい、最後、うん、その病死するときに花々に囲まれて最後。あ、分かるな。分かります。それは、うん、分かるね、はい、あの歴代の花がね、そうですね、こう見守ってくれてる中、ね、っていう中で最後こうカッってやってこうチカ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 、全部の花がそうですね、バーッとなった瞬間に行くっていう。そうですね、行くの意はあの難しい。そうです、神尿の方の聖家の聖の、はい、そう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 、はい、分かるな、やっぱ分かってらっしゃる、はい、なんで僕一応もう32歳30過ぎたんで、はい、もう折り返してるかもしれないというタイミングから岐阜県に住まい移したんですね。名古屋じゃない、うん、名古屋じゃないです。なぜ岐阜？奥さんの実家が近いところでしょ。あ、まあ、ぶっちゃけそうです。本当にだから岐阜県に移ってですね、昨日も一昨日も僕花花打ってますんで、沖さん言ってももう関東の方じゃないですか。いや、もう全然花打ってますね。そもそも車のナンバー何？僕1122のですよね。いい夫婦です。僕花花ですね、はい。あー、ちょっとワンポーン、はい、出ました。参ります、第1問。この花は何の花でしょう。はい、うわぁ、お、早いぞ。多分これじゃないか。それでは、はい、お二人一斉にお出しください、どうぞ、はい、おしおし。ファイナルハナンさん、いや、一問、うん、正解、はいはい、1ポーン。そりゃそうだ、すごい。さあ、2対2ということでね、いよいよ緊迫してまいりました。いよいよ、え、もう終わんの？結構分厚いっすよね。まだまだあるよ。だいぶ、まあ、沖さんに有利ではあるんだけど、まあまあ新進気鋭の若手花スターですから、うんうんうん、そうですね、そうですね、それぐらい跳ね飛ばしてほしいなということでね、うん、これは第2問まいります。はい、何の花でしょうか。これは分かります。あれ、これはね、うっと沖さんが悩まれて、いや、選択肢が3つあるんですよ。これはもうさすがに、あ、あー、2択だな。これ縁の色がね、そう、そこ。それでは参りましょう、一斉にお出しください、どうぞ。塩ら、塩菜25。俺ね、塩菜は縁がね銀だったと思うんですよね。塩菜の25なんだよね。正解は塩菜です。よーし、奥さん1ポーン。よーし、あれー、縁、どうですか、言われてみれば。第3問参ります、何の花でしょうか。はい、おっと、早い、奥さんが早いぞ。簡単、ヒント言ってあげようか。いや、いいです、いいです。おっと、屈辱的な。もうちょっと待ってくださいよ。あ、今のがヒントになりましたね。今の言葉がね、もうっていうね。どうぞ。はいはいはい。塩マール。さあ、うわ、塩マール。リプレイが牛、牛になったらハイチャンス。牛なの。はい、塩マールサーティ。はい、ありがとうございます。沖さん1ポイント。これ沖さん本当に知ってました？知ってます。何の花でしょうか。はい、自信なくしちゃうな。はい、わかりました。あ、これは、おっと、もう何、すってわかった。うん、簡単じゃないよ、これ言っとくけど。いや、天地比率 5% の問題だよ、これ。え、あの、要するに、あの縮尺が、いや、縮尺じゃなくて、はい、横長か縦長かの、要するに 5% 違ってくると別の台になる。別の台になるんです。なるほど、なるほど。じゃあ、もしよかったらそちらの台もお書きいただけると。どうぞ。これ、シオラですよ。シオラサーティ。あ、そうですよね。
シオラは丸い。正解。よーし。シオラで、でですね。よし。でそう、あの、え、何、まだ、いや何なの、俺が間違えた2番。皆さんこの違い分かります？いや逆か、やっぱね比率だね、あの色のあれによる。これはこれはこれもう同じじゃないですか。これそれでは5問目に移りたいと思います。何の花でしょうか。あ、これは来た。おっと、逆に沖さんが、あー、じゃあこうなるか。それでは一斉にお出しください、はい、どうぞ、はい、初代花花スーパー花花サーティ。あれちょっとこのここがね気になったんですよね。あーここがね、あ、いやよく見てんな、うん、これ、あ、ごめんなさい、俺も書き直していいですか。はい、それではお出しください、どうぞ。サンサン花花サーティ。サンサン花花、初期パネル。くしくも同じ機種に変わったってことは、はい、これアーチのこれですよね、はい、スーパーハナハナサーティ。あー、しまった、あー、しまった、あぶね、余計なこと言ってよかった。あー、しまった。沖さん残念、余計なこと言ってよかった。いって、僕ももうこれを見た瞬間に、あ、スーパーの方だっていうふうに思ってましたけども。全然知らねえじゃん。いやー、沖さんがね、素人目にもだいぶ特徴的です。あー、分かった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 。4号機はそんなに打ってない。いや、打ってます。大体もう一通り打ってます。本当は打ってねえんじゃない。にわかなんですか。にわかだろう。にわかじゃないですね。5号機になってちょっともう盛り上がる台がなくなったから、なくなって俺花で色付けしとこうみたいな。そう、キャラ付けのためになんかやってんすよ。仕事が欲しいから。うわ、きったね。もう最低そんな人。いや、もうしょうがない。じゃあちょっとギブアップしよう。もうギブアップして、ね、出てこなかった、はい、じゃあ奥さんだけお出しください。どんどん花花サーティ。どんどん花の4号機のだから結構末期っていうか最後の方の最後です。ああ、そうだ、正解。はい、ありがとうございます。どんどん花花、これは答えられない。4号機の最終機です。これは答えられない、はい、4号機最終機です。次からは3ポイント。あれ今なんかチラッと見たよね。いや、ちょっと見たよね今。合わせにいってんじゃん。いえいえいえ、本当、はい、何の花でしょうか。お書きください、どうぞ。はい、お、バカにしてんのこれ。牛尾先生はもしかしてあの花はそんなにそんなにお好きじゃない。めちゃくちゃ打ってますよ。お好きじゃないですよね、本当は。本当はめちゃくちゃ、昨日も一昨日も打ってるんですか。いや、それ仕事でいやいやでしょ。いやいやいや、そんなのあれ、あんま負けたくないとか、うん、そのなんかいつでもやめられるとか、そう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 、それはある。いや、これダメだ。そう。これはお出しください、どうぞ、はい、これ廃止用じゃないですか。ハイビサーティ。廃止用、ハイビ、こんなんじゃないっすよ。ハイビ、こんなじゃないっすよ。ハイビサーティ、はい、おじさん正解。これハイビっすか。おはようございます。いや、もうやる気なくすわ。逆にめんどくさくなってきたんで、はい、2問いっぺんに当てたらもう10ポイントあります。10ポイント、はい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 、はい。8番と9番何の花かお書きください。10も一緒に。いやー、ちょっとこれ飛んだダメ男を呼んでしまいましたね。8、9、10。これちょっと待ってくださいよ、これストッキーのやつだな。はい、終わりました。早い。そして牛尾選手一つも出てこずという。嘘でしょ。嘘だよね。それでは沖さんだけお出しください。はい、8番花ロマンサーティ。え、8番これね。9番ビッグシオサーティ。ちょっと待って、花ロマンってパイオニアじゃないですよ。そういうことするんですか。10番魔法のハイビスカス。奥さん全問正解。はい、ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。やったー、やったー、やったよ、やった。いやー、え、待って、ビッグシオ入ってました。9番ビッグシオなんて台持ってましたからね。ねえ、これ何ポイント。もうそんなにわかの話どうでもいい。もう消してもらっていいですか。あ、もうあの、はいはいはい、全部消していい。わかりました。ジャンピングチャンスクイズという体でやってみて、はい、どれぐらい牛尾くんがその花に対して造形が深いのかというのをね、まあ、伺い知るという企画だったわけですけれども。そうか、あんまり大したことがないと。ですよね。はい、
いうのが、まあ、とりあえず分かってしまったということで、はいはい、まあ、ウォーミングアップはこの辺にして、はい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 、いよいよ次からが本番になります。本番？本番です。内さん、はい、ものすごい汗かいてるんですよねえ、まさかこんなちょっとね、パンツ履いてこれよかったね。ちょっと本当ちょっと、ちょ、ヨーグルト食べてんじゃねえよ立ち会い人がよ。いや、せっかくもらったんだよ。なんなんだよこいつらマジもう。これウイチさんと変わったら絶対かまほられるパターンですよね。変わんないの？ちょっと待ってくださいよ。これ変わったら、でも絶対これカバー掘られるパターンですよね。そうそうそう、変わりたいんだろ。いや、あの、俺多分いいよいいよ。じゃあ、一応じゃあ実験、変わります変わります変わります。掘られるからっつって揺れてるのよ。どっちでもいいんだよ。いや、でも、じゃあ一回変わります変わります。え、本当？もう一回確かめてみます。確かめる。変わってくださいじゃねえのか。あ、そうだよね。変わってください。そうでしょ。牛、今んとこ何にも結果が出せてないよ。結果が出せてない。これ100ゲームちょいの台をわざわざもらったんだから、そう、150までに。そう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 、それはもう必然だと思うんだよ。150までに結果出しますよ。だからそう、これはあっ、おっか。ただこれちょっと化けじゃないかなと。あ、本当、俺逆にビッグだと思う。って思います。うん、あ、レグだ。へえ、分かってるね。これは分かってるね。いや、俺あの根がすごいいい人じゃないですか。はいはい、人からサイン譲ってもらって、そんなそこビッグ引くような育て上げ方してない。あー、なるほど、そっちの方。そうですね、そっちの方なの。俺そういうとこあるんですよ、本当に。まあでも一発目が337で、2回目が112、持ち直す可能性がありますよ。うん、176、ほぼビッグね。今ちゃんと言ったでしょ。多分これでスイカ来ると思うんすよ、1回は。おい、来た。ほぼスイカです。スーチェーチェースーの法則ならほぼスイカ。はい、ほらほら、朝から予言してた俺。予言すごいよね、まあ、今の、うん、今のスイカはすごいと思う。そうだよね、うん、それはどういう観点からの予言なんですか。肌感覚なんですよ、やっぱ。光った時に大体わかる、チェリーかスイカか。俺はね、自分の代は本当よ、これ本当。どこのスイカですか、これ。左、え、チェリーがここにある。いやー、俺はないと思うね、うん、よく分かったね。低速押しなのよ。あ、中押しなら鉄板だよ、スイカ。まあ中押しはそうですよ。はい、ほら、あ、はい、さすが、分かってる分かってる。今騙されるかなと思って試したのよ。なんでそんなことするんですか。今のチェリーのこぼしよね。ただね、あれで本当に入ってるとやっぱ結構な勢いでこう変わるんですよ。ああ、何の変哲もないのとかでも実際こうランプ変わったりするんですよ、ベッドランプが緑色にね。これね、ダメだ、これ
ゃダメだと。ただ頑張ってたら連チャンするところはなんか1回ぐらい、ほらやった、今俺申し訳ない、ね、絶対に言ってはいけない一言を言いましたね、ほら、あれあれ多分ビッグですわ、これもそう、あれビッグだわ、ほらでも何でもないんだから、それをほらっていうのがプロのお二人じゃない。いやいや、うん、言います、絶対言います、さもなんか予見してたかのようにだから俺は絶対言いたくなかったのに、でもほぼビッグだよこれ、二人とも意見で、ファイナルアナウンサー、いやまあでもビッグの可能性が高いけどね、あーレグもあるんだ二人今のは両成敗だね、両成敗、もうね、あ、相手を褒めるしかない、相手をもうね、やつもちょっと異次元すぎてどう対処していいのか分かんない、相手を褒めるって何なの、さ、俺の予見のビッグをかわすとは、お前、あー、そういうこと、大したやつと、あー来た、ほらほら、だあーやっぱほら言っちゃうんだよねおかしなやつら、ほらって言うんだよ、43、はい、ビッグ確定、はい、ありがとう、あー、いやー、これは分からんわ、もしこれがスイカだったら本当にどてっぺんまで見えてくる、はい、あー、来た来た、4の3、だからやっぱこの台だけコンディションがいいですよ、あるね、おー、やった、おい、来た、おい、来た、121、化けの持ち玉でつながったよ、イエーイ、おい、はい、今度はこっち、今度はこっち、はい、今度はこっち、立ち会い人から僕、オーバーザトップでございます、俺これレギュラーと思う、本当？ビッグだよこれ、ここビタ止まったらビッグだ、ビタ止まりました、うん、ほら、ここビタ止まったらほぼビッグです、これでね、楽しいね、やっぱね、楽しいね、しい、花は楽しいね、やっぱほら見て見て、これ4つの花、フォーフラワーズ、フォーフラワーズだよ、ほらこれスイカだったら56、これスイカだ、はいはいはい、あチェリー、これがスイカだったら56、はい、もらいました、失礼、もらいました、あ、チェリーの次が、あ、すげえ、あ、また来た、また来た、あるじゃんあるよ、やっぱあるある、ダブった、ダブったダブったよ、おい、はい、45G、 はい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 、あえて下段、はい、まあいいでしょう、まあいいでしょう、いやー、この台はね、悪くはないっす、まあ出玉の勝負じゃないとはいえ、ないとはいえ、やっぱ光るに越したことはありませんので、1回も200はまんないで7回8回9回っていう状態が続けば続くほど相当いい台です、これは、はい、3枚目、なんかもう泣きそうなやつが一人いないですか、このままだと俺らがウッシーをいじめただけの番組になっちゃうんで、なんとかしてほしいんですけどね、ライバルとしても、今日はまだ強打が出てないですね、強打する必要がないんですよね、この流れになっちゃうと、もう前言った時な、名古屋で徳さんに代わってもらって、それが結果いい台だった時も、もう台に任せちゃえばいいのよ、同じこと言ったけど4日かってるだけ、はいはい、今のやった、今の、今俺が喋ってたねえ、今のでしょ、今のでしょって話、はい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 、納得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 、やっぱうまいわ、やっぱうまい、
もうだって打ち方が焦ってんだもん。え？それじゃ引かんないよ。いやマジでもう前のめりじゃん。力は抜けてますよ。いやー抜けてない抜けてない。力は抜けてんすけど。いつもの打ち方じゃない。え？いつもの打ち方じゃない。そんな見てます？見てる。本当に？見てる。隣のノーパン野郎はいくら使ってんの？24,000円。なんで同じ台を行ったり来たりしてて俺7,000円なんですけど、恥を忍んでもう一個だけもう一回だけ変わりたいっぽいよ多分。最後一回だけさあどうする。あすげえ42ゲームの台だよ。42ゲームの台ほんとね、わがまま王子がちょっともう何なんだよあんたは。もうこれほんと最後にするんで絶対100までにやってやる。ひどくねマジで。ねえ花王座決定戦だよ。こんな台譲ってもらってんだよ。合算は全然良くないけど、いやただ波はいいよ。これスイカ2来てましたよね。そうそう。ああほら来たよ。やべえ連チャンしちゃった。よしよし。初ビッグでしょ。おめでとう。もう番組も終わろうかという。そうそうそう、あとは編集で。ただってやってて最終的に俺が一番出てるってことありますからね。いや別に出玉の勝負じゃないんでね。これどうぞご自由にってこと。おやった。ほらイエーイ。これで3人同時わざわざ花を添えました番組にね、意図的に。はい。ああ微妙レグの可能性ある。やっぱそっか、しょうがないしょうがない。優秀台の優秀台の差がただ3-0。今んとこ超アバウトに推測すると5。俺もそう思う。あら俺もまあまあ、なんか2人とも1人が言ったことを俺もそう思うとかそうだよねとか後付けだよね結構。そしてやばい、これあの鬼のようにコイン持ちが悪いパターンだこれ。なんかゲーム数とコインがおかしくない？わかりました、うん、ものすごい違和感があるんだけど。そうでしょ、ちょっとねおかしいんすよ。おかしいでしょ。で大体こういう時はダメでしょ。うん、ダメね。だからまあコインは正直ですよ、うん、もうそれがもうあの結論。まあ早かったけど、ね、もうほとんど飲まれちゃった。微笑ましいもんねちょっと。やりましたね、さすがやりましたね。ビッグ来ました。はいはいはい。やっぱねコインがなくならない。なくならないね。ウイスさん才能ありますよ。あるでしょ。あるある。育てればただもんじゃなくなるかもしれないですよ。結構いい線は、いい線までは行ってる。いい相当行ってると思 う, うウイスさん多分鍛えればものになりますよ本当に。相当なポテンシャル持ってますよ。ああそう、お褒めの言葉をいただきました。ただあんなダメな人に言われちゃうとねちょっとあーんっていう感じで。おい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 、いやー危なかった。346いきます。はい、よし、ほぼビッグ確定、ほぼビッグ確定、ラッキー。はい、これがあるのよ。たまにこれがあるの。たまにこれがある。それはどっちかでしょうよ。ああもう今
今のなかったことになってるからね。怖いよね、本当。冗談見たって結構ビッグだよね。まあそうですね、冗談でバーは揃わないですね。目押しミスだ。こうなんとなく叩いてるように見えるかもしれないですけど、いろいろ試行錯誤してますんでね。左手の薬指で耐えてみたりとかですね。やられた。あーやっぱ入ってた、ラッキー。何やっぱって。いや自力か今のこぼし目か分かんなかったから。下段よし。これ夢と希望の詰まったピックですよ、これは。はい、これはですね。このちょいハマった後の、これはおっしゃる通り、刺さるならここだよね。刺さるならここ、刺さるならここなのよ。やった、あやったよ。これがビッグボーナスなら、よし優勝かな。もうかわいそうだから飲まれたらやめていいよ。あれだったらもう先帰ってもらってもいいってよ。申し訳ないんで、なんかもう最後まで付き合ってもらうの申し訳ないから。います、います。本当、むしろいます。むしろいる。そしたらいなかった手で編集してもらうから、うん、ごめんね、なんか恥かかしちゃって。逆にだから編集でなんとかやってくださいよ、もうさ。さあ実践終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあじゃあ結果を発表していきましょう、はい、まずは私、はい、投資が7000円、そして476枚回収ということで、はい、プラスで終了した。はい、お疲れ様でした。さすが立ち合い。そして奥さんも投資が小3枚、回収が519枚、プラスでございます。お疲れ様でした。で僕が第2枚小5枚で273枚流しましたって。お、下手したらあるよプラス。あのさお前パチの下手だよ。いやね、この番組を、まあ、やることが決まってから、はい、これはもう当然牛尾くんしかいないだろうということでオファーをかけた時のあの意気込み、うんはい、牛尾さん覚えてらっしゃいますか。これなんて言いましたっけ。ギャラなんかいりませんよ。おお、言った、メールだ、メールで言った、叩き出しますって。ああなるほどね。でいやそういうんじゃないんだと、うんうんうん、仕事なんだよ、うん、いやそういうのいりませんよ。言った言っちゃった。はい、酔っ払ったんだよ。でも今日いらないってことですよね。マイナスのまま岐阜帰るってことですよね。だからもう本当これ申し訳ないな、本当申し訳ないなと思って、わざわざ収録付き合ってもらってタダで、ノーパンのところ来ていただいて、ね、途中途中で本当手が出ちゃって出ちゃって、うるせえわ。ビッグ引いた回数より手出た回数の方が多かった。問答無用ですね。ちょっと消防の方忘れちゃったんですけど、そこが一番大事。沖光さんが、何かに輝かれました。おめでとう。ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。これはもう納得。そうですね、まあ明日からもう88回大会に向けて、あ、もうただ8年7ヶ月後ですんで、だいぶ長いです。楽しみっすねこれね。